お久しぶりです、シリュウです。前回は多くの方にご迷惑また不快な思いをさせてしまい申し訳ございませんでした。反省し、今後は自身のマナーを改め真摯に取り組んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。試合の方に移らせていただきます。こちらは新しいカード、5弦アンコモン5弦を入れた豪壮の伝授デッキ。5弦というカード、武力プラス2、制圧プラス2で、ためが2カウントほどありまして、で計略効果が永続と。この効果だけ見ると武力プラス2、制圧プラス2で自身の回復量も上がる義のアンコモンガクチンの劣化の効果となってしまうんですが、5弦のいいところというとやはりスペックですね。武力8、知力8というスペックで、計略を打つと武力10、知力8になりますので、例えば義のアンコモン王装なんかは同じ武力8で長時間計略を持ってはいるんですが、あちらは知力が3、ガクチンも知力が6でダメージ計略に対しての生存率っていうのは5弦ほど高くない。5弦はもう知力が8あることで、兵力8割ぐらいからピン落雷を、徐々にピン落雷を受けようが平気で耐えてくるので、そういうところがあるので、正規主効果長槍を持ってるのもありますし、暴走伝授の投げ先に最適ではないかと思いまして、こちらのデッキを組んでおります。開幕ですが、リュウさんの一発と、暴作を割りつつ内乱一発、相手は城塞効果で地上剣士をつけていますので、5% ずつ減って、そうですね、 10% 前後、 10% 入ってないぐらいですかね、のリードを取りましたが、相手の部隊が兵力を整ったので相手のターンが始まりますね。でもう相手の攻めに入る前にこちら5弦で武力プラスにしておきます。制圧も上がるので内乱も取られにくくなりますね。相手は1コスト制圧に牙を採用しているので、内乱を取ってくるタイプのデッキだと思いますので、5弦で早く制圧に上げておくのが有効かなと思います。でここですが、文王がこちら主魚が柵を割られないようにと思い文王に乱戦しているんですが、文王が柵の弾きが発生している、乱戦中に柵に接触し弾きが発生しているので、この際に龍さんで突撃を狙うと柵の弾きの跳ね返りで刺さってしまう可能性が高いので、無理に突撃は狙いません。こちら王穂と龍さんで主教の弓で文庫を落としに行って、で遺跡と5弦が上がって内乱ゲージを止めに入ると。で相手は文王と栄冠が、主力2体が中央を居座っているので、中央ではなくできれば端から、塗る形にして少しずつ内乱ゲージを稼い、内乱を稼いでいくと。小遺跡変えれたの大きいですね。これで、5弦が少々左へ上がっていっても内乱が取れる形。ここは身代わり使っていただくの美味しいですね。これによって制圧に牙が消えたので、5弦が無理して上がらなくても内乱取れそうですね。これで士気を吐く必要もなくなって、かつ5弦が削れるリスクもなくなったので美味しいと思います。ただ相手は身代わりで早く文を復活させてきたので、急いでカウンターに入るという形で、こちらとしても士気が溢れちゃうので、できれば王鵬を投げ捨て気味に使って、士気が溜まったところで豪壮の伝授と。でここで先ほど残しておいた柵が生きる形になりそうですね。これによって相手の文王が、強引に前に出るということがしづらくなりますね。相手は文王で計略、俺は止まらねえからよ、そういう姿勢を見せていくのはすごい強い計略ですよね。でお互いに豪壮状態、武力は同じなんですが、ここで一騎打ちが発生。ちょっと僕はこれすごい苦手なんで、目押しがすごいちょっと苦手なんで辛いなっていう感じですね。一
応勇猛を持っている、あ、そうですね、勇猛を持っているっていうのも語源がこの投げ先に適してるなっていうところのポイントだと思います。事故で被害が受けにくいんで、今のも勇猛を持ってなければ即死していたかもしれない。即死していたらもう完全に試合が終了していたので、まあ本当勇猛を持ってることはありがたいなと思いましたね。でただここで四季さん入っちゃったんで、もうリカバリーしなきゃいけないんで、もう連環の方を叩いて防柵を割られる前に戻して、ちょっとでもまあここの分をとどめておければという感じで、その間に主挙と龍さんで右側の文庫の方から潰しに行きますね。相手は増援の方、これ文庫と文王が綺麗にいい具合に削れちゃってるんが、ちょっと辛い展開になっちゃいますね。こちらも語源は下がって、内乱止めたいんですが、龍さんがもう制圧速速持ってて、ギリギリ内乱止めに行けるかいけないかっていうところ、これもう主挙が下がったら内乱もう止めれそうにないんで、主挙は少々リスクを背負ってでも居座って文をブロック、内乱は止めれましたね。でここで語源が主効果長槍速速も行きましたね。迎撃取れて、ここで相手が文王の計略を打って俺の全てをこの一撃にかける、車輪の方ですね。車輪と、武力と兵力が上がり車輪になって工場術と、ここはもうちょっとでも時間稼ぎたいんで、王穂も乱戦、死ぬギリギリまでちょっとまあ王穂使い潰しましょう、どうせここ伝授で死んじゃうんで。でこちらは豪壮の伝授、横弓と合わせてギリギリ守れるかどうかというところ、衝撃入れて間に合いましたね。文王もこれは止めれそうで、相手は残りは A 館と陽子なんですけど、ここもちょっとでも時間稼いでおいた甲斐がありましたね。ここで A 館を衝撃で追い撃破して、あと語源と遺跡で塗り直しが効けばというところなんですが、塗り直しは間に合わず内乱が入ってしまう。でここ一応まあリードはあるんですけど、内乱一発分ぐらいなんで、万が一の事故に備えて一応取りに行くだけ行きましょうという感じですね。あとはもうこのまあ僕の動画一応コンセプトとしては、もうプレイングを見せるというよりはカードの強さを見てもらうみたいなところを目標にしているんですけど、このカード強いよっていうのを紹介したいという感じですね。このちょっとまあ語源のいいところっていうのを引き出したいなっていう思いもあって、ここはもう攻めに行きます。この永続であるっていうところと、この高武力高知力になれることによって、まあ回復だったり伝授だったりを投げることで長時間の居座りができて、この形で内乱が取れる、そういうのが語源の強みになってくるかなと思いますね。長時間敵陣に居座ることができて、居座ることで内乱が取れるみたいな、計略だけ見ると本当にもうガクチンと比べてもあれですし、同じ5のアンコモンの槍兵の主観が武力プラス3で、あちらもほぼ実質上94カウントなんで永続なんで、まあ効果だけ見ると主観やガクチンに比べたら劣化ではあるんですが、まあ語源はこの元のスペックが高いからこそこういった強みがあるよっていう、そんな感じでした。ここまでご視聴いただきありがとうございました。今後本当にもう以前のようなことがなきようマナー気をつけていきますので、今後ともよろしくお願いします。それでは失礼します。